どうも、日本初の変態紳士、シュント。変態紳士界の異端児、カンボです。変態紳士チャンネルへようこそ。黒髪清楚な格好なのにド派手なスニーカーを履いていて、本性を隠しきれてないタイプの女、めっちゃ好き。変態紳士チャンネル。というわけで、はい、今回お届けする内容は円形脱毛症についてやっていきたいなと、はい、いうトリッキーですね。いや、トリッキーだね。まあ、やっぱり変態紳士チャンネルなんで、はい、どんなテーマでも皆様の役に立つことはですね、お話ししていきたいなと。で、なんでこのテーマが話せるかっていうと、実際僕が本当に去年から今から2ヶ月ぐらい前までにかけて、ゴリゴリ円形脱毛症だったんですよ。ゴリゴリ、本当ゴリゴリ、写真さっき見たもんね。見ました。あの、結構ゴリゴリの円形脱毛症だったので、でそれが本当に、まあ、今話したように2、3ヶ月ぐらい前に治ったんですね。一応完治したっていう話なので、まあ円形脱毛症誰にでもなりうるものですし、まあ、今まさに現在なってしまってこう治るか不安だったりとか、まあ、そもそもやっぱり気持ちが落ち込む、まあ、僕も相当気持ちが落ちたので、あの、まあ、その方のためだったりとか、はい、何か皆様のお役に立てればなと思って、まあ、とりあえず話せることは何でも話そうと思いまして、はい、まあ、僕が実際に円形脱毛症を患ってから、まあ、治るまでのお話を今日はしていこうかなというふうに思っております。はい、で、まあ、まずこの写真を見てほしいんですけど、これがですね、いや、もう、あの、円形脱毛症ですって感じなんですけど、あったんですね、僕の後頭部ですね。写真消しますね。はい、あの、もうこんな感じで、うん、もう要するにここっすね。そこですね。ここがもうね、うん、なくなっちゃったんですよ。うん、そう、これがまあ僕の円形脱毛症の始まりっていう感じだったんですけど、はい、これどういうふうにまず分かったかっていうと、病院に行ったんですね、その日。で、その日に、まあ、髪の毛洗ってたら、まあ、僕の奥さんから、あれ、ハゲてないって言われて、あの、リアルにこの言い方なんですけど、あの、あれ、ハゲてないって言われて、で、えって言って、その後ろこう鏡でこう合わせて見てみたら、はい、確かに、この、ここの、なんかこの辺りが、ちょっとなくなってるんですね。なくなってると。はいはいはい、だけど僕刈り上げてるんで、うん、で切り立ての刈り上げってもうガチガチに刈り上げてるんで、はい、あの、ちょっとバリカンでこうちょっといっちゃった感じなんですよ、見た感じだと。はいはい、だから美容院行った帰りだったのもあって、あの、その美容師さんがもしかしたらミスでちょっとやっちゃったのかなみたいな、それぐらいの感じだったんですね、最初は。はい、だから円形脱毛症なのか、それともこうバリカンでちょっとミスってしまったのか分からないぐらいの感じだったんです。だけど、うん、さっき写真見ましたよね。見ました。ああなったんですよね、結局最終的には。はいはい、で、あの写真が大体発症して3ヶ月後ぐらいなんですね。で、本当はこうバーッとこう時系列でいけたらよかったんですけど、うん、ちょっと僕がショックすぎて、やっぱり気持ちが落ちて、撮るのが怖いというか、うん、見るのが怖いみたいな感じで、うん、あんま写真撮れなくて、だけど何かのために撮っとこうと思って、はい、勇気を出せたのがその3ヶ月ぐらい、はい、なんで、あれちょっともう治ってきてるんですよ。なんなら治ってきててあれなんですね。うん、本当にツルッツルでした。本当に嘘でしょっていう、もう何もないんですよ。ツルッツルで、なんか毛穴がちょっとあるとかなくて、もうツルッツルだから、もう、いや、治らないでっていう感じなの。もう生えてこない、もう生えてこない、気配が、そうそう、一切気配がなくて、やばみたいな感じだったんですけど、でも始まりはそれだったんですね。はい、本当ちょっとのがあって、で、一応怖いから病院行こうみたいな感じで、うん、本当にすぐ2、3日後ぐらいに、あの、速攻で病院に行ったら、うん、円形脱毛症ですと。いう感じ、そう、診断で、で、なんなら1ヶ月ぐらい経ってますって言われたのね。うん、だから気づかないんですよね、やっぱりちょっという感じだから。いや、気づかないですよね。たまたまその刈り上げた部分に円形脱毛症があって気づいたって感じですけど、うんうん、そう、気づかないぐらいの感じで、でも何にせよ円形脱毛症ですって言われて、で、まあ、そこから治療が始まっていくんですけど、はい、あの、まあ、そこで先生からいろんな説明を受けるんですけど、うん、まあ、そもそもやっぱり原因って不明なんですよ、円形脱毛症って。ね、一応ストレスとか言われてるんですけど、すね、だけど本当の原因は分からなくて、おそらくストレスだろうっていう感じなんですね。はい、うん、で、治る確率は大体 80% なんですよ。 100% ではやっぱりないですね。 100% じゃないんだよね。うん、だからどんな治療を施しても、まあ、無理な場合は無理ですということで、うんうん、80% って正直高くないよね。そうですね、高そうに見えますけどね。そう、だけどよくよく考えたら5人に1人は治らないって結構さ、自分なる確率高くて、高い5人に1人だったら全然あり得るじゃないですか。うん、だからわ、怖っと思って、で、しかももう全く入る気配がないというか、ツルッツルなんですよ、変な話だから怖っと思って、で、
結局最初ちょだったのにあの大きさになったわけじゃないですか、はい、要はもうどんどん広がっていくんですよ、そっから。いやもう怖くて怖くてもうどん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 日に日に広がっていくの。でしかも痛みはないし、はい、私なんか朝起きたらこう枕にごっそりとかいうこともないんですよ。もう知らないうちにでも確実に広がっていくっていう感じだったんですね。で、まあ、その先生の説明の中でもあったんですけど、はい、その最悪のパターンこうなりますっても見せてもらえたわけよ。やっぱりもうその一応なってるからこうなる可能性はありますよっていうので、はい、もう一番最悪こうなっちゃいますっていうのを見せてもらったんだけど、はい、結構それがえげつなくて、うん、もう頭中にもう丸がブワーってある写真だったりとか、はい、あと本当にこうひどい方だともう髪全部なくなって眉毛も全部なくなって体毛も全部なくなるっていうパターンもあるみたいで、そうだから やばいってと思って怖っと思って、でもまあ一応やっぱり先生がその優しさというか一応最悪こうなっちゃいますって覚悟をもしかしたらしといた方がいいよって、ね、一応誰にでもそうなる可能性はあるからっていう意味で見せてくれたっていう感じなんですけど、はい、っていうのもあると。でやっぱ一回できちゃうとまた再発しやすいんですよ。なんか癖になっちゃうみたいな感じっぽくて、はい、だから僕一回なっちゃってるんでまた次いつなるかわからないんですよね。可能性は高くなってるっていう、はい、他の方よりもなったことがない方に比べて高くなってるっていう感じなんですけど、ただ実際にさっき、まあ、ここの、写真を見せたと思うんですけど並行して僕3つできちゃったんですよ。やっぱりいや3つは怖いって、うん、怖い怖い。だからやっぱり1回なっちゃうともう転移するというか、はい、その始まっちゃうんだよね、うん、だから僕も例外なくそうなっちゃって、はい、うわもうだから日に日に増えていくし日に日に広がっていくしもうやばいのよ。怖いですよ。もうめっちゃ怖いのよこれ、はい、本当にすっごい気持ちが落ちてて、うん、でどうなったかっていうと、まあ、まずここに1個大きいのがあったと、はい、でもう1個がここっすね。だからここら辺にちょっとちっちゃめのでも確かに 100% そうだっていうのができたのと、あともう1個がここっすね。この刈り上げのとこここなかったっすね、はいはい、一時期ここがなかったっていう感じでこの3つできてて、ただ今は、まあ、今見てもらったように何事も一応なくなったっていうような感じなんですけど、やっぱり1個できちゃうとそのパターンっていうのは結構多いみたいで、僕も例外なくなってしまったっていう感じだったんですよ。で実際どうやって治療してったかっていうと、僕の場合はレーザー治療がメイン。そうそうそう、レーザーがメインで週に1回レーザー治療と、あとそのレーザーの後に液体窒素もこうかけるっていう、プシューっていうすっごい冷たいやつね、プシューっていうのをかけてやるっていう治療とプラス塗り薬、これでやっていったっていう感じで、もう週に1回必ず通院してレーザーとあと液体窒素で必ず支給されたというか出してもらった薬を必ず塗るっていう、もう欠かさずにやった本当に、はい、もう全力でもう何でもやろうと思ったんで、うん、欠かさずに絶対薬も欠かせますからね、全身だけが。そう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 、やっぱ塗ってっていうのをやったら7ヶ月ぐらいで治った、うん、去年の10月ぐらいに発症して治ったのが5月ぐらい、もうこの5月ぐらいになったらもうこの状態、ね、そうこの状態になったってことね、うん、はい、それまではここもなかったんで本当に一気に治ったっていうような感じです、はい。初めは1年間ぐらいかかるって言われてたから、だから結構早い方だと思う、治ったのは。そうですね、でもしかしたら通院を欠かさずにしたから薬も必ず塗ったからっていうのがあるかもしれないし、うん、はい、あるいはまあ自分の体質かもしれないし、その辺は分かんないんですけど、うん、何にせよ僕はそういう感じで治しました。でかかった費用なんですけど、多分病院にもよるのかなと思うんですけど、うん、まあレーザー治療が1回1500円ぐらい、まあ、週1回だからだいたい1ヶ月6000円ぐらいかな。でプラス薬が500円、はい、その2つ薬をもらってたんですけど2つで500円ぐらいだったっていう感じなので、うん、値段的にはそんなにかからなかったかなっていう感じですかね、うん、もう必ず通院していたっていうような感じでした。その結果7ヶ月ぐらいで、まあ、完治してくれたっていうような感じでしたね、うん、まあ本当に怖かったです、うん、だしやっぱなるんだっていう感じでしたね、うん、でその時僕は髪型変えてました、うん、やっぱりもうきついんで、はい、ここにボンってあるのがきついんで髪型変えてましたね。前髪下ろしてで、刈り上げも今高くしてるけど、はい、ここにできちゃってたんでこの刈り上げを低くして、うん、でここ覆いかぶせるような感じにして、だからカンマさんがさっき気づかなかったというふうに言ってくれたのが、全力で隠した、その美容師さんに相談して、うん、もう全力で隠すっていうような感じでカットしてもらって、うん、それで隠してました。なんで、まあ、僕の場合は隠せたんですけど、前髪にできる方とかもいらっしゃるから、
前髪とか結構やっぱり隠しにくいから、そう、ね、そう、僕はたまたま隠せる位置にあったから隠せたっていう感じなんですけど、まあ、そんな感じで僕は過ごしてました、はい、で治ってきたところで髪型を徐々にこう元に戻していったっていう感じで今に至るっていう感じですね。まあ、なんで、まあ、こんな感じで僕は円形脱毛症と、まあ、向き合ったっていうような、感じです。まあ、なんでもし、今悩んでる方だったりとか、あるいは、まあ、これからなってしまう可能性が、まあ、皆さんからありますので、うん、そうなった時に、僕の場合はこうやって直しましたよっていう、まあ、今回この例をちょっと一つ挙げさせていただいたので、はい、何か参考になりましたら幸いです。いや本当にめちゃくちゃきつかったんで、そうだからね、できる場所によってはもっときつかったと思うし、うん、だし大きさももっと大きい方もいらっしゃるし、ね、もっと数が多い方もいらっしゃると思うんで、うん、本当に何かこの動画がそういった方のこう元気とかね、前向きになる気持ちに、はい、なってくれたら本当に幸いです。というわけで、変態紳士チャンネルからお届けいたしました。ぜひよろしければ高評価、そしてチャンネル登録もお待ちしております。ではまたどこかの動画でお会いできることを楽しみにしております。バイバーイ、はい。